日本北海道札幌市中央区、境川栄川は北海道札幌市中央区の地名。町名としては1から4丁目まである。萌和山の中原に位置し、南に行くほど標高が高くなる。中央部を境川が北へ流れる。果樹内は1から3丁目であり、4丁目は全域が旭山記念公園にあたる。旭山記念公園は、 札幌都心部を一望できる市内有数の観光地である。一帯は昭和30年代から40年代にかけて急速に宅地化が進む中で自然発生的に市街地が形成されたため道路は福音が狭くまた山の中原という性格から急勾配や行き止まりが目立つ状態である。大正時代には 陶器の入手が難しかった中で、中江健次郎が陶地域に中井陶器工場を構え、札幌焼きの生産を行った。周辺の巻材や、沢水、粘土を利用し、最盛期には道内屈指の陶器生産拠点であった。現在は隣接する双子山、旭日丘地域と共に、南炎山地域に属し、比較的大きな邸宅が立ち並ぶ。 市内屈指の高級住宅地として知られている。交通網に飛ぼしくった地域へ行く際には、菊水旭山公園2を必ず利用することになる。境川一丁目交差点にて、萌岩山独通りと交差する。JR 北海道バスが、域内に3カ所の停留所を設置し、円山公園駅への路線を運行。境川停留所からは、中島公園駅。 コロヒラ橋駅への路線もある。札幌市。人口統計。札幌市。2017年3月20日閲覧。総務省。総合通信基盤局電気通信事業部電気。通信技術システム化番号企画室。市外局番の一覧。総務省。P1。2016年5月4日閲覧。 札幌市議会会議6章は62年第3回定例会歴史の散歩道第8章一般路線バス札幌市内 JR 北海道バス2019年5月23日閲覧ありがとうございます